自己紹介しましょう。カイロプラティック初めて、はい、まだやったことがない。やったことないです。はい、で今どういう自己紹介をしてください。東京ヴェルディの山口達也です。よろしくお願いします。はい、悪いとこありますか？なんか気になるところ。悪いとこは左のハムストリングと、うん、あとはお腹が昔から弱くて、うん、弱くてちょっと胃腸炎にすぐなっちゃったりとか、はい、そういうところを見てみましょう。はい、まず両足の足の長さを調べましょう。はい、よし、そこにね、うつ伏せになってください。はい、はい、ここにうつ、それで両足の長さを今から見ます。はい、ひどいなこれ。やっぱりスポーツ選手はほら見てくださいこれ。自分でも分かるかな。右足がだいぶ短いです。確かに。はい、これが首から来ているか骨盤から来ているか調べます。顔を右向いて、はい、左いっぱいいっぱい、はい、骨盤から来てます。左と右の骨盤、腸骨のバランスを崩してます。右側が前方上方、左側が後方下方、それを直します。はい、こっち横向いて、はい、もうちょっと、はい、よいしょ、足を曲げて、腸骨です。腸骨の下の方に接触をして長い足側をまず治療します。はい、きれいに入りました。はい、こっち反対側です。今度は短い足側、はい、こっち側、今度は短い足側を治療します。今度はさっきは下の方、今度は上の方に接触をして後方下方、短い足を直します。 OK、 はい、うつ伏せになって、すごい落としましたね。はい、うつ伏せです。もうすでに足が揃いました。ピタシです。はい、今度は腰を調べましょう。はい、こちらです。これは神経圧迫測定器といって、ああ左右の温度差、これが 0.3 度以内が正常、はい、0.7 度 0.9 度になれば圧迫がひどいということ、はい、それでこの針のブレを見つけます。ここが胃腸の悪いところ、右側にだいぶぶれます。これで骨組みがだいぶ良くないです。一回レントゲンを取って骨組みを測定した方がいいです。右から左、左から右に動かない。はい、こっち側横向きです。はい、横向いて、こっち側、はい、はい、力抜いて、おっ、よっしゃ、お、はい、今度は反対、今度は引っ張ります。はい、力抜いて、おっしゃ、すごい落としたね。すっきり落とした。うん、はい、今度はこちらで胃の裏を治療しましょう。はい、こちら、はい、両膝を立てて胸、顔です。で、顔はもうちょっと下、こっち側、ここです。はい、お腹を下にダランとして、足をもっと下、お腹を下にダランと下ろして深呼吸、吐き出して全部下ろして、オッケー、すごい落としたね今。すげえ、すごい。はい、こっち、今のが胃腸です。これが胃腸、うん、はい、すっきりするよ。はあ、今度は首ですね。よし、はい、
よいしょ、これね、首が横、左、右、左側、右に動きがない。顔をまっすぐして顎を上げて力を抜いて OK。 おー、強かったね。折れたかと思った。折れたかと思った。マジやべ、焦った。焦りました。はい、もう一回顎を上げて、今度は軸点を取ります。軸点はこういうふうに、ほら、どう？今立ってみて、感じを。え、マジでだいぶスッキリしたかも。すげえ背が伸びた感じで、うん、すごいよ、今バランス良くなった。姿勢良くなった。姿勢が良くなった感じがする、うん、はい、座って、すげえ、おー、バッチリです。動き良くなった、首の。はい、これで終わるわけです。ありがとうございました。良くなった。すげえ。うん。これがね、僕のブラジルのクリニック。サッカーが盛んなんですよ。あ、そうなんです、ね。で、これはブラジルのクリニックです。あ、そうなんです、ね。ここにドアマンがいて、車が来たらちゃんとパーキングをして、そして2階には VIP の待合室。はあ。1階は一般の人。整形外科1人、カイロプラクター3名、はあ、看護婦2人。はあ。それでここレントゲン技師が1人で運用していました。これですね。これは僕はあのバルセロナのオリンピックのドクター。あ、オリンピックのドクター。オリンピックのドクターやってました。これはブラジルからもらった勲章。勲章？第十字章。で、こっちはベネズエラからもらった勲章。これはベネズエラ。いや、すげえ。マジでめちゃくちゃめちゃいいでしょ。めちゃくちゃ楽になって、うん、これでスポーツしたら、はい、いい成績が出せるわけですよ。あ、そうなんです、ね、だからスポーツ選手は必ずメンテナンスしてから、はい、オリンピックの選手はみんなそうです。あ、そうなんです。カイロプラクターがついてます。カール・ルイスもちゃんと走る前はカイロプラクティックで背骨を調整してから走る。レロイ・バレルもみんなオリンピックの選手。あ、日本だけですよ、それをやってない。あ、そうなんですね。アメリカもロシアもみんなカイロプラクターがついてました。はい、あれはあの元横綱北の海、北の海の理事長。あ、すげえ、もうすげえ人ばっかりやってる。これは毎日新聞の人っていうところに。あ、出てるんですか。出た。その日に一人しか出ないんですよ、毎日新聞人。すげえ、もうすげえしか出てこないね。語彙力が失っちゃう、うん、これがメンテナンスで頑張りましょう。はい、ありがとうございます、はい。